フジテレビ系バラエティ土曜プレミアムトンネルズの2億4千万の大陸スペシャルが19日に放送。6時2億4千万のモノマネメドレー選手権パートでは、大の同コーナーファンである天海祐希が審査員として6回目の登場を果たした。天海は大好きだからと同コーナーへの愛をにじませ、告知については今日もノー番宣でとにっこり。実は番宣があることが明かされるも、私の方からはなしでかっこ笑いと笑わせ、山里亮太も堅くなにしてくれないんですと笑顔を見せていた。